はいどうも。なんか電波あるみたいなんで枠取り直しました。まあ延長代金の節約にも一応なったんで。疲れてきた。あ、バルーンどうも。いてててて。うわ、水が。ナイス増えてる。まあ確かに147まで来たね。疲れてきちゃった。150か、やっと150か。やっと150。もうダメだ、押されねえよ。全然押してくんないんだもん、みんなもう無理だよ。あ、クマちゃんありがとうございます。匿名の方。バルーンもどうも。ダメだ、全然増えないよ。ほんとちょっとずつしか増えないんだもん。無理だよこんなの。何時間やって151なんだよこれ。もう無理だねこれ。あ、匿名の方です。アニバーサリアです。モノマネ見れなかった。あんま下手だったんで。エヴァンゲリオンはてかもうセリフ忘れちゃったよ。YouTube の人、まあ転載されてるやつはありますよ、YouTube に。よし、じゃあしょうがないな、もう一芸やるか。じゃあドラゴンボールから、サイヤ人編でカカロットが海王星に行って、神様じゃないわ海王様に修行してもらう時のやつやります。おお、海王、海王、海王じゃ。はあ、おっとれた、おめえが海王様か。これ海王になんて口の利き方じゃ。まあよいもよい。じゃあまずはこのバブルス君を捕まえてみるのじゃ。おーし、そんなことだったらおら頑張っちまうぞ。うほうほほうほうほほうほうほほう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 。捕まえらんねえぞ。ああいう動きしたらもっと軽々動けんとか。俺もやってみるぞ。うほうほほうほうほほ。あ、匿名の方です。アニバーサリーです。
あー匿名の方参考アニバーサリアです。ヤムチャの裁判マンとかなんかもうみんながなんかやりすぎててさ、あ、バレーンと、はあ、はあ、ナイス増えない、本当にちょっとずつしか増えない、本当にちょっとずつしか増えない、マジで言ってんのこれ。増えないかな。増えてるけどさ、このペースってきつくない？結構なんだかんだ俺もう何時間やったっけ、 4,5 時間ぐらいやってない？どんぐらいやったんだろう、もう分かんなくなってきた、どんぐらいやったか。 4,5 時間で150ってさ、きつくないっすか？これでさナイス入賞しようとしてるんだから結構やばくない？このペースはやばいでしょ、うん、絶対遅いでしょ増えるペースが。どう考えてもどう考えてもさ遅いでしょ。このペースはちょっときついな。アイテム飛んでるから贅沢いったらあかん。今日いくらぐらい来たんだろう。ちょっと外配信だとね、なんていうの、こうなんていうのな、アイテムのその個数を把握しにくいから、いや正確には見るとこあるんだけど、ちょっと配信してるとちょっとねスマホからだと見にくいんですよね、配信画面からだと。もちろん投げてくれた人とか見てるんだけど、匿名とかでもね、合計金額がちょっと見づらいから、いくらぐらい来たんだろうな今日。なんて言うんだろうな、見づらいっていうか、正確にはなんかこう、まあこれ配信してる人しかあんま分かんないかもしれないけどね、スマホで配信するとこの枠で来た合計のポイントみたいなのが見るとこあるんだけど、そこを開いちゃうとコメントとか アイテムとかがリアルタイムで飛んだら分かんなくなるのよ。だからあんまそこ押したくないっていうか、でその瞬間で、あとこう外配信してると結構固まることあるのね、なんか重かったりとかして、こう結構そこの画面行っちゃうと結構しばらくコメントとか見れなくなっちゃったりとかするときあるから、なるたけそこあんま見たくないみたいなのがあって、なるたけそこ見ないようにしてんのよ、うん。でもね、あのね、パソコン配信だったらそのそこのいくら飛んだかとかっていうのを見ながら普通にコメントも見れるから、細かいこと言うとそういう感じなんだよ。そうで、しばらくなんかね、そこ見るとコメントとかも見れなくなっちゃう。それがちょっと嫌だから、あんまそこを見ないようにしてるんですよね、うん。デイリーランキングだと 35,506、
ってことは、まあでもこれ無料ポイントとかのさ倍率のかさ増しもあるから、どんくらいかな、半分ぐらいは来てるかな。ってことは1万7000ぐらい来てるのかな。まあ投げてる人はその倍なんですけど、1万7000ぐらい来たかな。1万5000から7000ぐらいかもしれない。うん、ちょっと家戻るかも、家目の前なんで。鼻マスクやね。でも苦しいんだもん、マスクしてると。別にさ周りに人がいたらちゃんとするけどさ、もう周り人いないから、こう田舎だし、いやでもさ、だって毎日来るわけじゃないからね、投げ銭も。そんな来ないときほんと来ないから不安なんですよ。今日1万5000来た、やったってさ素直に喜べないのよ、あの長い目で見たら。他県をまたぐな、俺さ、なんか他県をまたぐなって言い方も俺アホだと思ってんだけどね。よく言うじゃん、コロナで他県をまたぐのやめてくださいみたいな。アホじゃない言ってるやつ。だってさ、国なんだ、県の境目に住んでる人はさ、ちょっと歩っただけでもう他県になるわけで、うん、じゃあその、じゃあ例えば埼玉県だったら埼玉県の中心に住んでる人は別に県またがないだけだったら結構な広範囲移動できるじゃん。それだったらなんか自分家の半径ね、なんか例えば 500m 以内、まあ500はちょっと行動範囲的にあれかもしれないけど、1キロ以内はもうなんかこうあんまりね、そこら辺で行動してねとか、それ以上なんか出ないでねとかの言い方の方が結構しっくりくるんだけど、うん、なんか他県またぐなって言い方ちょっとなんかんって思うんだよな俺。うん、あんま自分家の近くから動かないでねだったらまだしも、はあ、ああ、疲れた。今日いくら来たんだろう。あ、匿名の方、アニバーサリーごっこです、ありがとうございます。3000、5000、6000、2000、1万2000ぐらいか、1万2500円ぐらいで、この枠がまだこっち反映されてないから、この枠が595円だから1万3000円だ。全然来てない。1万5000円とか7000円来てないね。なんかデイリーとかマンスリーの多分半分以下になってるな。そうか、一応イベント参加してあれか、無料のも結構回収してるからか。うん、で結構なんか倍率出るしね、10倍とか。うん、5割切ってるな。デイリーポイントとかの今日来たの1万3000ぐらい、この枠も合わせて。
で、相性デイリーポイントがさっき3万5000円ぐらいとかって言ってなかった。パソコンからだったらね、簡単に見えるんで。嘘でしょさっきの配信停止させられてるじゃん。なんかアプリがバグったと思ったんですよ。なんかアプリが一瞬なんか真っ白になったのよ。今運営から来てるお知らせ見たら、嘘でしょ、さっきの停止になってたんだ。なんかさっき配信してる時にアプリが真っ白になったの。なんだこれと思って、多分アプリのバグというか電波なのかなと思って、で枠取り直したんですよ。普通停止される時ってなんかこう、その真っ白になったこと多分今までないから、あれこれ多分アプリのバグか電波障害なのかなと思って、ナイスダメ、いやこれでナイス剥奪はないよ、だからナイスの参加できないのって1日以上のアカウント規制の人よ、ほら利用規約に反する声があったため運営により、配信を停止いたしました。性的な内容の配信をおやめくださいだって。あれでしょ、だからこうお腹出して腹踊りみたいなしたんがダメなわけでしょ。あれでバンなの、あれバンっていうか停止なの、嘘でしょ。村まこちゃんとかお腹出してなんかこんなんでやってたぜ。もう基準が曖昧すぎるでしょ。まあバン担当者が全く同じじゃないんだろうけどさ、村まこちゃんの真似しただけなのに、村まこちゃんとか花火来た時にこうお腹出してなんかこうお腹こう押さえてなんかおーおーおーとかするのやってたよ、なんか俺も似たようなことやっただけなのにさ、ほとんど変わんないでしょあれと。マジかよ、個人差ありすぎだろそれ、変わんないじゃんやってることほとんど。嘘だろ。あ、バルーンどうも。だってそれ以外でありえないもんね。それ以外で性的な内容なんてありえなくない？それ以外でやってないもんなんも。唯一だからそのお腹出したのが下品というか性的。あれぐらいじゃない？しかも腹踊りした後にすぐになんか真っ白になったから、あれ停止だったんだ、そやろ、マジっすか、マジか、なんだよこれ。あ、そうだ、 Wi-Fi この曖昧な感じどうにかなんないのかね。担当者もね、バン担当の担当者も別に一人だけじゃないとは思うから知らんけど、個人差あるだろうし、あと別に同じ人でも
微妙なラインだったらこれはどうだろうみたいな感じで、まあ、ある一定の線引きって多分あるとは思うんだけど、ギリギリ出たギリギリ出てないとかのさ差だったらもうね、同じ担当者でもさ、あともう気分とかなんとなくの感覚でも なっちゃうだろうから、結構曖昧なもんだと、うん、はあ、マジっすか。通報数、いやー通報数はあんま関係ないと思う。通報って多分1個でもあるととりあえず運営が確認すると思うのよ、 AI で多分認識してるやつ以外は。通報数はあんま関係ないと思うな。うん、まあ結構ギリギリなラインのものが1人の人は1個しか通報なくて、他の人はもうなんか100人が通報来たら、そういうんだったら結構変わってくるかもしれんけど、さすがに100人も通報してないでしょ、うん、まあ要するになんか大衆の意見を聞こうみたいになるじゃん、100人ぐらい同じ通報あったら。でも言うても俺のアンチで通報してたやつもそんなにいないし、100人もいないでしょ。1つの通報と5個とか10個の通報じゃそこまで変わんないと思うんだけどね。いやだってさ、アンチだとしてもわざわざ通報者ってそこまでいるか、多分人握りだと思うよ、うん、そんなにいないでしょ、100人もいないでしょ、どう考えても。この累計来場者と閲覧見て100人はいないよ絶対。うん、まあ、仮にでもさっき300人近くいたんだっけ、250ぐらいの時だったっけ、それの仮に 5% がさ通報したとしても、まあ言うても15人とか20人とかでしょ、ね、5% も通報しないだろう、うん、言うても自分の何の得にもなんないもんだしね、うん、一部の暇人ぐらいじゃん、なんで。いても15とか20とかだよ、推定多分5人から10人ぐらいと思う、うん、まあ別に問題はないんですけどね、バンとかではないから、うん、はあ、疲れました皆さん皆さん右下ナイスをしてない方押してってください。もう疲れちゃいました。うわ、紅茶家電がポケット入ってたまんまだ。ずっと疲れた言ってる。だって疲れたんだもん。疲れた時に疲れたって、だってつい漏らしちゃうもんじゃないですか。人間ってそんなもんなんじゃないの。人間ってそんなもんなんじゃないんですか。そんなもんでしょ人って。
わ、これ結構盛られてるな、このマンスリーポイント結構盛られてるわ、半分もいってないわ、このマンスリーの。まあイベントの無料ポイントがあるからか、倍とかの10倍、5倍とか10倍、結構出てるもんね。全然半分以下だわ今見たら。このマンスリーポイントの半分ぐらいと思いきや、あの実際に入ってきた金額3分の1ぐらいですね3分の1よりちょっと気持ち多いぐらい、うん、今マンスリーポイントが今見たら14万ポイントぐらいなんですよ。で半分だったら7万ちょいぐらい来るわけじゃん。144,339だ。俺に今来たのが 56,683 なんですよ。3分の1ぐらい、3分の1より気持ち多いぐらいだ。え、じゃあこれもしかして他の人も思ったより稼いでない？これ、で多分これマンスリー本当の上位組って多分あのイベントのアイテムでほとんどもらってる人多いと思うのよ。でイベントのアイテムの方が多分倍とか出やすいから、あ倍とかがあるから多分それでポイントかさ増しされるから、ランキングポイントも、今まで俺このマンスリーの半分ぐらいは入るもんだと思ってたんですよ、そのイベント参加してる人でもね。それなりにイベントアイテムで殴られてる人も多分半、まあ、少なくとも4割ぐらい入るのかなと思ったけど、俺多分ねイベントアイテムももちろん投げられてはいるんだけど、どっちかっていうと花火も結構花火の比率多いと思うのよ結構、うん、でそれで俺で3分の1ぐらいだから今マンスリーポイントが。多分これイベントアイテムでもっともらってる人でもっと多分割合低いと思うから、あれ思ったよりこれ稼いでないのかもしかして、うん、でも今回のイベントが特別なのかな。今回のイベントだって5倍とか10倍とか結構出てない？あと無料でも10倍とか結構出るもんね。倍が出やすいからか今回。今何分？うわーこれ延長しちゃったじゃん、50円使っちゃったじゃん、マジか、しまった、さっきチケット買っちゃったんだよな、50円また使っちゃった、よく見てなかった、自動延長オンになってた。ああもう疲れた、
れたな、もうやりたくないナイスなんてもうやりたくない。疲れやすいのは糖尿から来てるのか、いや俺もそうなのかなって思ったんだけど、病院に行ったらどうやら糖尿ではなかったみたい。一応検査しに行ったら 糖尿ではなかった。糖尿だとなんかすぐ疲れとか言うじゃないですか。半年ぐらい前、いやもうちょい前だっけ、もう前行ったんだよね、もう1年ぐらい経つのかな。肝臓、いやでもどっかやばいのかもしんない俺。でもマジでなんか体の調子悪い時あるんだよな。まあちょっと汚い話だけど、まあうんこするじゃないですか、でケツ拭くじゃないですか、なんかケツ拭いてもうんこが取り切らないんですよ。だから髪を何回もこうガーってやって拭くじゃないですか、捨てるじゃないですか。全然もう何回も10回ぐらいやってもまだこうティッシュじゃねえや、あのトイレットペーパーのうんこが残るみたいなことがあるのよ。でなんかもう10回ぐらい拭くのもめんどくさいから、たまに5回ぐらいで拭くのやめるときあるのよ。うわーでもこれまだ絶対残ってんだろうなって思うのよ。でそのままでももうめんどくさいから10回も拭くのがケツも痛くなるんですよね、あんまり拭きすぎても。そういう時たまに5回ぐらいで終わ、なんか5回ぐらい拭いて終わる時あるんだけど、その時どうやらなんかね、やっぱあまり拭き取れてないらしくて、しばらくするとケツの穴がめちゃめちゃ痒くなってくるんですよ、ね、でそれで、あこれって多分うんこ拭き取れてないから、多分こうケツが荒れてくるから、荒れてくるというかで痒くなってくるのかなと思って、俺便所行くんですよ。でそれでまだうんこしない状態で、そのケツ痒い状態でトイレットペーパーこうやってね、バーってやってて、ケツ拭くんですよ。そしたらやっぱりうんこ取れるんですよね、うんこの色になるんですよ、そのトイレットペーパー。マジかみたいな。いや昔こんなことなかったの、昔はこんなことなかったんですけど、2年前ぐらいからなんか3年ぐらい前かな、昔はそんなこと全くなかったんだけど、3年ぐらい前からか分かんないけどそうなっちゃったんだよね、うん、あ、匿名の傘、アニバーサリアです。ウォシュレットついてないですね。医者に言った方がいい、ね、なんかどっか悪いのこれ。俺あとなんかね、ほんとびっくりするぐらい、前こんなことじゃ絶対疲れないのにってことで疲れたりとか、で朝起きた時になんかすっげえ喉乾いて気持ち悪くなるぐらい喉乾くのよ。だから糖尿なのかなとも思ったんだけどね。あとご飯食べた後なんか昔とは比べ物にならないぐらいなんか眠くなったりとか、あとなんだろう、なんかあった気がするんだけど、あとなんだっけな、なんかあったんだよな、なんだっけな、うん、あそうだ、ほんとこれ最近のことなんだけど、朝起きるじゃん、で起きたらなんかこうめまいっていうかするときあんの、たまに。ほんとこれ最近のことなんだけど、なんかさこうさ、なんかバットを持ってさ、バットをこう額につけてこうぐる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 回るやつあるじゃないですか。であれをこうなんか高速で10回ぐらい回るともうなんかこう
フラフラになってもう目がぐるぐる回っちゃってまともに立てないじゃん。あれの結構軽度なやつ、うん、あそこまでぐるぐるあもう立ってらんないってレベルじゃないんだけど、ちょっとあれのなんかこうバッとこう額にやって多分 3,4 回転ぐらいした時ぐらい、高速で 3,4 回転回った時ぐらいのクラクラ、いや2回転ぐらいかな。でなんかこう本当起きた瞬間ちょっとこう目が回ってる状態っていうかこう動くんすよね。なんかこう天井とか見てもちょっと天井が回ってる感じになるっていうか。でそれでちょっと立ってもやっぱりあちょっと立つとなんかこうバランス感覚があみたいな、いやほんとほんとほんと、うん、最近なんかそれはあるのたまに、ほんとこれは最近のことなんだけど、たまにそういう時あるんだよね。もうなんか2週間前ぐらいからかな、病院行った方がいいですかね。なんかおかしいんですかね。どうなんだろう。血圧、うん、食生活悪いから成人病なの。成人病なんすかね。まあ確かにな、食生活クソみたいなもんしか食ってないからな。確かにね、無呼吸とかは分かんないな。寝てる、自分の寝てる時分かんないが、あでもなんか昔ニコ生で寝配信してたら無呼吸の感じあったよとかって言われた気がする、リスナーに、うん、血圧を気にしろなのかな。胸くんと同じ。そうなんすか。なんかね、なんかおかしいなって時あんだよね。若い時こんなことなかったのになみたいな、うん、まあ、今言ったようなことが若い時はなかったんだけど、なんか本当にね何年か前からあるものだったり、本当ここ 2週間ぐらいでなんかちょっとめまいしたりとかすげえたまにあるんですよね、うん、ね、キュンって野田総理でしょ。なんであの人のことをみんな野田じゃない、やあの胸キュンって呼ぶの。わかんない。胸キュンって感じじゃないでしょ。胸キュンってなんかまるで胸がキュンキュンしてるみたいじゃないか。どっちかって言うとその黒デブって感じだよね、コメントでもあるけど。胸キュンって、うん、まあそのなんか見た目と言い方のギャップが面白いからみんな言ってるんだろうけどさ、胸キュンって、親はワクチンしてないっすよ。やんないでしょ、うちの親。俺もやんないけど、うん、
あ、匿名の方、くまちゃん、ありがとうございます。くまちゃん、ありがとうございます。皆さん、右下ナイス押してない方、押してってくださいね。押してくれてます、皆さん。あの、ナイス押した人、押した人、押したよって、押してない人、押してないよってコメントしてもらっていいですか。ナイスを押し、僕に押してくれた方は押したよってコメントしてください。押してない方は押してませんってコメントしてください。押したよ、ありがとうございますの、ありがとうございます。押した、押した、ありがとうございます。押した、押した、押した、ありがとうございます。押したよ、ありがとうございます。押したよ、ありがとうございます。押した、ありがとうございます。押したよ、ありがとうございます。ありがとうございます。さっき間違えて押しちゃったから、取り消した。てめえ死ねえやこの、うん、もう今すぐ死ねえマジで、うん、の、ありがとうございます。押してない、死ねえ、うん、押してないやつ死ねえ、うん、てかさ、ほんとなんでさ、なんで無料で、無料なんでお金かかんないんですよ。なんで俺の配信見てんの押してくんないんすか、マジで。ありえなくないですか、普通に考えて。押してはありえないです、うん、だってさ、一応なんだかんだ俺の配信見てるんだから、お金かかんないんだから、ナイスに関してはさ、ナイスぐらい押してくれてもいいんじゃないの、違うの。あ、の、の、のんたんさんやスパーが、うん、さすがにさ、別に俺の配信なんか面白くはないけど、なんだかんだ暇つぶしに見てるんだからさ、無料のナイスぐらいは押してくれてもいいんじゃないの、違うの、うん、違うんすか、うん、思わない、うん、他にも押したい人がいる。でもさ、他に押したい人がいてもさ、今俺の配信見てるわけじゃん、うん、今押してくれればいいんじゃないの、その人が取り消してさ、違うのアフセンドも、あースペシャルハート特命だ、オマイガーオマイガーオマイガー、アラブの石油は多いだぜ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、サボテン、やった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 、クマシャーン、あ、封鎖です、ありがとうございます。風船あだす、バルーンあだす、あ、あ、ナイス増えてきた、162、あれちょっと増えてきてない、ちょっと増えてきたかな、うん、無料だからアイテム投げてあげるね、ついでにあの、ナイス押してない方押してください、お金かかりませんよ、ナイスに、思わないっすか、誰に押したよとかさ、なんだかんだ今俺の配信見とるんだから、無料のナイスぐらいを今押してくれてもいいんじゃないの、違うの、違うんすか、うん、NHK 見てみなよ、 NHK なんかね、強制的に聴取に来るんだよ、視聴料を。 NHK なんて仮に NHK 見てなかったとしても、中金ですってくるんだから、うん、無料で見て無料のナイスぐらい押せるんじゃないの、違うの、別にお金かかるわけじゃないんだからさ、なんだかんださ、別に面白くはないけどね、この配信暇つぶしで見てはいるんだから、ついでにさね、あ、ナイスも押しとこ、ポチってもワンタップじゃん、ワンクリックじゃん、うん、それぐらいいいんじゃないですか、違うんすか、ダメなんすか、なんて薄情な人たちなんだ、ほんと幼い人たちは、マジで押しましたよ、ありがとうございますありがとうございます、うん、はあ、押したよ、ありがとうございます、
はあ、あでもちょっと増えてきた、ちょっと増えてきた。しました、ありがとうございます。多分モンちゃんとかだったら多分俺とも閲覧とか累計来場者ももう変わんないと思うのよ今の俺と。ほとんどモンちゃんだったら多分この来場者で多分500は行ってるよもういやもう600、700下手したら行ってんじゃないの、うん、来場者変わんないからね俺と。閲覧とか累計とかさ、もう今もうたまにチラってさ他の人のないさこんなもんなのかって見るけど、来場者とか見てるけど多分今の俺のこの配信とほとんど変わんないから来場者だけで言ったら。なのにナイス多分5倍ぐらい下がるから多分4、5倍の下がると思う、うん、結局来る人が押してくんないんだよ。押してくれる人の率なんだって、うん、あバーガー10個出す、いやそのね閲覧56の人とかそういう人たちはもうあれなんですよ、もうアンチ票なんですよ、ただのアンチ票なんですよ、うん、人の悪口言って閲覧じゃないや、ナイス稼いでるだけだから、うん、うん、はあ、もうきついよ。しか増えない、なんでこんな押さないんだろう。分かってるんですよ、押すきっかけがないからって。別に俺は人のアンチ票を集めてるわけでもないしね、うん、別に誰にナイスを流してもらうわけでもないし、別にナイスのお金でどっかに募金しますとか言ってるわけでもないから、ナイスを押されるきっかけがないんだよね俺。だから押してくんないの。プラス決して俺はリスナーに別に好かれてるわけでもないから特別。だから2つの要因なんですよ結局俺は。別にね、見てくれるリスナーに好かれてる方でもないし、あと押されるきっかけがないから、うん、だから押されないんだよその来場者の割に。絶対そうなんだよ、うん、絶対そうなのよ。押される人も率がおかしいもんね本当に。どう考えてもさ、来場に対してのナイスの数少ないもん、うん、はあ、お前の放送はいつも再放送なの。だいたいみんな再放送でしょだ。ふわっちの人なんてだいたい再放送でしょうよ、うん、はあ、だいたいみんな再放送じゃない。でもかに俺も再放送だけどね、別にそれは否定しないけど実際そうだし、うん、再放送でしょ。それでもいいと思ってたらナイス押されない。だってさ、再放送でも押されてるやつは押されてるんだよ。再放送でも押されてる人は押されてんの。
なんかニコ生時代のことをちょっとね俺思い出したんだよね今朝、実は朝起きた時に、なんか昔ニコ生で流行ってたことを思い出してた俺なんとなくなんか昔ニコ生で流行ったものなんか初音ミクとかさ、あのあれだよ、なんかエロゲーのパソコンのエロゲーのなんかあのきしめんの曲、トゥールマイハートみたいな名前のやつよ、なんか素直な気持ち抱きしめ、抱きしめっつってんだけど、抱きしめん、きしめんって聞こえるから、なんかそれを流してなんかコメントできしめんとかつってなんか流れる感じとか、わかります？そう、あ、そんな時あったなと思って、なんかニコ生時代のことすごい思い出してた。なんとなくね。あとなんかもうアメーバピグでリスナーと戯れるみたいな配信してた人もいるし、俺もちょっとだけやったけど昔、うん、アメピグ配信するかアメーバ今嘘でしょって。何年前のことをやろうとしてんの。でも何気にあの時盛り上がったんだけどね。なんかアメピグでリスナーがなんか自分の部屋とかを作れるんですよ。でなんかリスナーが俺の部屋に来るんですよ、みんな。アメピグで。アメピグまだあるんじゃない多分。え、ないのもう。え、あれなくなっちゃったんすか。アメピグ知らないんすか。あ、なくなったんだ。そうなんだ。そういうのあったりとかね。あとなんだろう、なんかまあ他にもちょっと今思い出してないけど、色あったと思うんだよね、いろいろ。だからニコ生で流行ってたことみたいな、昔の。延長50円使うからな、次役行こうかな、次役。ちょっと次役パソコンで撮るわ。あとなんだろう、いやサンバね、サンバはだって凍結されちゃうからさ、題材的にやると。俺だってサンバの方が 100% だからそっちの方がいいんですけどさ。で前なんかツイッターでさ、なんだろうね、サイトに抜かれるぐらいだったらつんで、なんかツイッターで一回募集したんですよ、あの直接サンバみたいな。でも結局なんか2000円と5000円しか来なかったから、でそれからも続かないから、あ、もう無理だなと思って、うん、そう。だってもうなんかツイッターで募集したけど全然ね、その2件しか来なかったから、うん、だってやっぱりさ、みんななんかやっぱ直接だと多分渡しにくいっていうのと、やっぱ配信サイトで投げ銭した方がこうなんていうの、まあこうなんていうんだな、なんかこうモーションとかも出るじゃん、花火だったらこうモーションとか、だからそういうのが面白いからとかさ、だから多分みんなこの多分配信サイト投げ銭だったら投げてくれるけど、実際の多分そういうのは多分、まあ、やってくれる人はやってくれるんだろうけど、あの全然来ないんだよ本当に、募集しても、うん、俺だって直接なんかくれる人がいるんだったら、こんな投げ銭のなんかこんな通さないもん、ふわっちなんて半分抜かれるんだから。でもそれだともうみんなが投げてくれないんだもん、投げてくれないというかくれないんだもん。あ、風船どうも。
ハート10個出す、丸さん。ありがとうございます。昔ニコ生何流行ったっけ、他。出会い中釣りとかね。何気に女の脱ぎ配信みたいなのもあったよな、たまに、てかさ、072さんだって直接なんかとか言ってるけどさ、前もそれ同じなんか言ってなかった、で前も072さんさとか言いながらね、なんか普通にツイッターのなんか DM とかでなんか別に普通になんかね直接サンバしたいんだったらそういうんでなんかいろいろ方法あるんでってんで DM してくださいみたいな感じで言ったと思うんだけど、一切 DM してくんないからね。ゼロナイさんだって直接サンバしたいですみたいな前言ってたと思うけど、全然そういう直接な DM とかくれないじゃないですか。まあ、実際ね投げてくれてるんだけど、ふわっちでも。あとニコ生のサンバ時代に普通にねあの振り込んでくれてたんですけど、全然口だけでくれないじゃないか、だって。ゼロナイさんだって。いや、あ、スカチャでエロイプ釣りみたいなのもあったよね、いっぱいね。あともうよくあったのがもうスカイプ版とかさ、あとスカイプでなんかこうリスナーとなんか突待ちするためにスカイプの ID 出したら。なんかスカチャ、あ、スカイプチャンネルじゃなくてなんだっけ、なんかあのゲイのホモサイトみたいなところに貼られてさ、ゲイのサイトから来ましたみたいな、あ、次枠行くか、次枠行きます、パソコンで撮ります、昔は投げ銭抜きで本当に趣味でやってたからね。俺もその時趣味でしかなかったけど、本当時代は変わるもんですね。あ、次はできます。バルンどうも。